皆さんこんにちは、多田恵梨香です。私は今瀬戸市に来ています。瀬戸というと皆さんどんなイメージをお持ちですか？やはり瀬戸物ですよね。ということで今日は瀬戸物の魅力に迫っていきたいと思います。まずは名鉄尾張瀬戸駅すぐ近くにあります瀬戸蔵にお邪魔します。いやー、たくさんの瀬戸物がありますね。こんにちは。こちらはどういったスペースなんですか？こちらはですね、瀬戸の窯元の組合の、直販場なんですよね、はい、今瀬戸の窯元がですね、350社あるわけなんですけども、はい、そのうちの120社ぐらいが、ここに直販所として直接窯元さんが出店している売り場なんですよね。日常使いのですね、お値打ちな商品からですね、ご贈答にもできるような伝統工芸品だとか、それからまた陶芸品といったような商品もたくさんあります。季節季節のイベントに合わせてですね、店内も商品をガラッと入れ替えてですね、もういつ来てお客さんに来ていただいても飽きないようなですね、商品を取り揃えていますので、瀬戸物を通して季節を感じることができますね。はい、毎年春には大きなお祭りが開かれるそうですね、はい、今年はですね、4月の20、21日の同日と瀬戸東祖祭りが開催されます。はい、それはどういったお祭りなんですか？はい、加藤四郎左衛門影政、通称東四郎と言いますけれども、瀬戸物の技術を日本に伝えた、瀬戸市に伝えた神様を祭るお祭りになっています。はい、具体的にはどんなことが行われます？そうですね、瀬戸物のこういう瀬戸物のですね、連売市をはじめとしまして、現代の陶芸作家の先生の作品を、加藤四郎左衛門影政が祀られている末彦神社というところに奉納する奉納道中などがですね、行われます。あと、絵付け体験もできますので、ぜひ子どもさんにですね、はい、そういうことに体験をしていただきたいと思います。はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。はい、ぜひ皆さんにお越しいただきたいです。さて、今年はこの瀬戸物にとって非常に記念すべき年なんですよね。はい、瀬戸市では今年度から、瀬戸焼の開祖と言われる加藤四郎左衛門影政、通称東四郎が生きたとされる時代から800年が経ちまして、それを記念するイベントとして、東祖800年祭を、平成26年度まで展開するようになっています。3年間、はい、展開するということなんですね。はい、そのうちの目玉というのはどんなことになりますか？はい、昨年の8月にですね、全国から、公募しまして、第1回瀬戸東四郎トリエンナーレというのを開催しました。この事業は、瀬戸の陶土採掘場に、エントリーしていただいた方に集まっていただきまして、瀬戸の粘土を取っていただいて、その粘土を使って作品を展示するというようなイベントになっています。こちらの後ろにあるんですが、はい、当初800年祭を記念しまして、ロゴマークとマスコットキャラクターというのを公募しまして、はい、決定して、この2つが、決まりました。はい、じゃあそのお披露目が、そうですね、今年の東祖祭りにおきまして、はい、マスコットキャラクター東四郎くんの、着ぐるみを披露させていただきます。ということは、この800年祭を通して瀬戸物の原点に立ち返ろうということですか？はい、そうです。瀬戸市民だけでなくて、市以外、県外の方にも瀬戸焼を知っていただく機会として、この800年祭を開催します。さあ、ちょっと小高いところにやってきました。続いては赤津焼会館。さあ、一体どういったところなんでしょうね。早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。はい、こちらは赤津焼会館ということなんですけども、そうなんですよ。はい、赤津焼ってそもそもどんな焼き物なんですか？赤津焼っていうのは、昭和ね、52年に国の伝統工芸品に指定されまして、はい、その一番の特色は7つの釉薬というのが大きな特色なんですね。釉薬って、その陶器の色を決める、そうなんです、存在感を決める大事なものですよね。それがね、一堂に会してあるのがこの赤津焼会館なんですよね。はい、はい、早速その作品はどちらに、そうですね、ぜひ見てください。はい、こちらです。はい、ありますので、はい、うわ、でいろんな種類が並んでいますね。そうなんですよ、はい、こちらの作品はですね、はい、これはね、実はね、これはオリベ、緑色なんですけども、はい、これはね、土が赤土になってるんですよね。はい、ということは、赤津焼っていうのは白い土もあるし赤い土もある、そこに釉薬をかけるによって
織部の発色が違ってくるというね。こちらの方がですね、はい、本来こう織部というのは焼いた時にこんな光沢は出てないんですよね、はい、でこれをどんぐりの渋から出る液体の中に24時間つけておいて、はい、それを洗って3日ぐらい乾燥してやりますと、はい、こういう風にしてね、貫入というひび割れ、ここの中に渋が入り、はい、なおかつこの今の緑色がマット状態から光沢の状態になるっていう、これがあの特色ですね。釉薬はもちろんですけど、その前提になるのは当然手作り、はい、そして手書き、そして釉薬も全部自分たちで調合するという、うん、これがやっぱり赤瀬焼の特色、まあ、工芸品に指定されるだけのやっぱりこう元になるものですね。その他にあとは6つの釉薬、すべて織部を入れて7つの釉薬というのが赤瀬焼の特色でございます。はい、あのこの会館には、はい、日常使いができそうな作品もたくさん並んでるんですけれども、はい、買うことっていうのはできるんですか？それがね、できるんですよね。だから特に通常 の, その、まあ、あの消費者の鹿よりもやっぱりかなりやっぱりあのお値打ちに並んでおりますので、しかもあのいろんなものがあのそれぞれ個性のあるものがいっぱいありますので、だからお求めいただく方のね、やっぱりこうあの好きなものを選んでいただく、直接伝統工芸士さんとお話する機会もある。もちろんあの店の要望があれば、赤瀬焼とは何でしょうかねと、この作品はどういう、この商品はどういう思いで作られましたかということを連絡いただければ、その方が飛んできて説明をされる。今の話を聞いてすごく身近に感じましたので、またこうゆっくりと立ち寄ってみたいなと思いました。そうですね、はい、ぜひともまたお時間があるときにはぜひともフラッと、はい、この赤瀬焼来てください、はい。素敵な瀬戸物を見たりお買い物をしているとお腹が空いてきますよね。ということで道の駅瀬戸信濃に来ています。ご覧ください、ものすごい美味しそうなものがたくさん並んでますけれども、改めて駅長さん、はい、こちらこんにちは。こんにちは。こちらはどういった施設なんですか？そうですね、ここはあの愛知県で14番目の道の駅になるんですけど、あの瀬戸のこう、まあ、いろんな特産を中心に揃えた道の駅ですね、はい、新鮮なお野菜もたくさん、そうです、はい、並んでいますけれども、ズバリ瀬戸の名産といえば？そうですね、あの今は瀬戸豚ということで一生懸命それを売り出しています。あ、ちょうどピンバッジも豚さんの、ね、はい、豚ちゃんになってます。はい、どんな豚なんですか？そうですね、あの味の方はですね、あの、まあ、ジューシーで、まあ、癖がないというんですかね、はいはい、そういったあの肉質を持った豚ですね、はい、それをいただくことはできるんですか？はい、あの瀬戸飯食堂の方で、出しているメニューはほとんどがその瀬戸豚を使ったメニューですし、それから瀬戸豚を使ったハムとかウインナーとかそういったものがお土産で、お買い求めできると、そんな感じです。瀬戸飯食堂で使っている、食器は、お向かいの陶磁器センターの方でもお買い求めできるような形になってます。そうなんですね、はい、じゃあ実際に触れてまたお買い物につなげることもできる。そうですね、はい、そうなんですね、はい、とても楽しそうな、はい、楽しいです、はい、ですね、はい、はい、さあこちらは信濃陶磁器センターです。広いスペースにたくさんの作品が並んでいますけれども、はい、このセンターはどういったところですか？この信濃陶磁器センターはですね、あの信濃 の, あの窯元98社によりまして、産地でもうそのまま作ったメーカーさんが、いろんなものをこう持ってきて、ここで、直接ですね、あの欲しい方にというようなシステムでやっております。また一番奥にはあの瀬戸の陶芸協会というあの方が、作家の方たち の, あの特別なあの部分になっておりますので、またここも見ていただけると大変だと思います。あと何か体験ができるスペースは？そうですね、またあの焼き物はですね、まあ、陶芸教室もあの予約なしで、土日なんか来ていただければ気軽にやれるコースもありますし、またあの瀬戸はあの焼き物だけじゃなくて、あのガラスも有名でございます。あのガラスの体験も、できるかと思います。これからですね、あの3月隣接しておりますあの道の駅瀬戸信濃、というところですね、あの2周年記念ということで今年の3月の30、31と、イベントを計画しております。毎月あのいろんなイベントを行っておりますが、4月はまた東祖祭り、またあの5月はですねゴールデンウィークにかけて、また各あの連売地なんかを行っております。はい、はい、じゃ結構お値打ちで。そうですね、はい、あの窯元がとにかく直売でやっておりますので、はい、あの本当にお値打ちで、お求めいただけると思います、はい。